はいどうも、タクタクです。みんなでカービィハンターズ Z やっていきましょう。頑張りましたよ。あれから何日経ったんでしょうか。ジェムを集めまくりました。システムになっちゃったこれですね。ジェム何個集まったんですか。127個集まったので、じゃあボルゲロム、こちらを解放していきましょう。いやこれ撮影は一気にやるんですよ、私。なので3日ぶりぐらいかな、3日かかってやっと集めました。じゃあ内容を確認すると、ボルゲロムね、鬼ランク、クリアするとまあ10個もらえると。ゴールデン装備のヘビーハンマーは持ってない。アクアグラス、あ、アクアグラスなんか持ってる気がするけど、違うな。プラチナメダル、まあ10個しか回収できないね、勝ってもね。行きましょう、普通に戦う。で、ここはどうしようかな。いる？マジックビーム、どうしよう。ちょ、編成が考え、まあ、これで行ってみようかな。これで行ってみよう。これで行ってみまーす。さあ、ボルゲロムがどれほど進化しているのかというか、強くなっているのか。鬼だからね、なんせ。それなりに強かったから、ボルゲロム、俺の記憶の中では。イェーイ。まず、タメが、どうなんだろうな。タメは、あー、やっぱ行っちゃうそっち。守ってみんな。これ、ベロ出してくるんだよね、そしてね。くっ！あー、捕まった！出して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 出せてくれなーい。これ俺捕まっちゃダメだよね、やっぱね、最初ね。ほっ。で、これやっぱ叩いた方がいいのかな。ほっ。叩きゲーにしよう。チャージをちょっとまだ当て方がわかんないわ。これをかわしたらでも、チャージある程度いけんじゃないかな。これ飛んでこないかな。え、どんな動きするの。あ、それかー、それか、それか。ふっ、当たんねえ全然当たんないダメだわ。ボルゲロムさんはこれですね、もう基本空中にいる方が有効だわ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、どうせこれまた溶岩の方に逃げるんだよね。これ当たるかな。当たんないか、やっぱり。で、溶岩のなんか仲間たちみたいなね、召喚するんだよね。召喚するっていうか、これ何なんだろうね。真ん中にしか、はい。え、何？え、そういうパターンじゃないの？おーおーおー、突然出てくるパターン。溜めて溜めて。くっ！ OK、入った。うわ、それ？いきなりスルってくんの？今回。溜めれるかな？溜めて。これ当たるか？やばいやばい。それが当た、くっ！ OK、入った。逃げるか？逃げる前にチャージを当てる。ないないないくんないくんないくん。うわ、それを見た。それガード不能なんだ。そんなありかよ。回復して守れ守れ、仲間守る。でチャージを当てたい。うわ、すぐ行っちゃうわけね。だから守ってくれ。チャージを当てたいんだけど。うわ、それまた来る、また来る。止め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 。これダメだ、かわせない、かわせないから飛ぶ。チャージを当てる。よし、今回ちょっとやべえな、これな。鬼ベルゲロン強いわ、鬼強い。うわ、なにそれ、その羽はちょっと予測不能だね。こいつなかなか気負んないな。石板やってた。よし、あと2つ出そう。これ時間が間に合わないな。この後多分ね、混乱するはず。はい、混乱というか、ピヨピヨしてるはず。よし、チャンスチャンス。この時にチャージをいっぱい当てろ。まずい。このタイミングか、メテオ。回収してなきゃよかった、最初に。で、全部チャージを当て切ってから取ればよかった。あいつの隙がある時にね、メテオ打つのなんか、損した気分だよね。あ、倒した、でも。お、意外と。なんかもうちょっとかかるかなと思ったけど、調子抜けしましたね。鬼ランクだからちょっと期待したんだけど、俺が強くなりすぎたのかなだって今レベルが43ぐらいだったっけ俺。結構レベル上げもしたからな。
43か。もうすぐ44になるけど。あ、火山これで全てクリア。やった、17個回収できた。イエーイ。これでまた次のね、クエストも解放できますわ。ボルゲロムさん意外といけるもんだな。で、じゃあ次回はギガントエッジはクリアしてるから、ボンカース、クラッコ。お、なんかいけそういけそう。ちゃんとリンゴジムもさ、あるしさ、数さ。うん、いけそうですわ。はい、ということで、次回はね、また新しい鬼クエストいきたいと思います。あと2つだから、あの2つを倒したらどうなるのか楽しみ。それでは次回お会いしましょう。ではまた。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだの人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。他の動画を見たい人は画面の下にあるおすすめ動画か続きの動画をチェックしよう。もっと見たいって人はチャンネルにおすすめ動画がたくさんあるから遊びに来てね。それでは違う動画でお会いしましょう。バイバイ。